電話をかける。あ、山田と申しますけれども、高橋さんの、はい、よろしいでしょうか。私藤井なんですけれども、私対応させていただきますね。もう違う。そうしましたら、あ、わかりました。藤井さん、はい。そうしましたら、機械の前に行っていただきまして、一番右側の各種サービスメニュー。わかりました。下から2番目の、携帯国際プリペイド、そちらをタッチしていただいて、画面変わりまして、ネット用マネー。ネット用マネー。そちらをタッチしていただいて、はい、それをタッチして、はい。一番、タッチしていただいて、はい、と、その時。なんか別の画面で、買ってきては詐欺ですって表示されてるんですけど。そういったのがですね、何か架空の請求であったりとか、そういった還付金詐欺であったりとか、オレオレ詐欺であったりとか、そういったものに対する注意喚起の、内容でございますので、何も別に気にしなくても、ご安心していただいて大丈夫ですよ。じゃこれは詐欺じゃないっていうことですよね。あ、大丈夫ですね。はい。それは、はい。その画面の右下のはいのボタンですね。ああ、はいはいはい。ああ、出ました。はい。はい。いろいろで、はい、そうですね。それをタッチしていただいて、次の画面が、画面左上の5万クレジット、タッチしていただけますか。5万クレジット。はい、5万クレジットをタッチ。はい。はい。そして、右下のはいのボタンをタッチしていただいて、右下のはいをタッチ。はい。はい。そしたら、用紙がプリントアウトされますので、そのままお待ちください。これなの？これで終わりですか？今ので5万円分ですので、あと2枚ですね。はい。この用紙を3枚、合計15万円分をレジに持っていき購入。レシートに記載された ID を電話で伝えると、勝手に15万円が架空請求業者に渡ってしまう仕組み。いよいよ追及。はい、終わって今出たところです。レジからお預かりしている用紙ございますよね。そこに記載されている ID というのがあるんですね。 ID、 はい。そちらを4文字ずつ、読み上げていただけますか。確認の方を取らせていただきますので、これを読み上げた後に、その領収書とかその支払いしたっていう確認はどうやってされるのかがちょっと先に知りたいんですけども、ご希望でございましたら、ご郵送で、後日させてはいただきますけれども、あとその ID の方を確認していただけますか。 ID が知りたくてしょうがない。郵送先は聞かないんですか。知ってるんですか。今その私たちコールセンターですので、その個人情報の方の、一環で会社の方針として、声見当たらにご住所教えてくださいなんて聞きませんよ、コールセンターが。であれば、払ったというのを、その運営側の会社が払ってないって言ったら、僕困ると思うんですけど。そんな、やったやってないであったりとか、払った払ってないだとか、そんな子供のような手続きしませんよ。しないのであれば、どういう手続きをしていただけるか教えてください。出てきちゃったな。出てきちゃった。運営会社の方に、私たちが申請の方を送らさせていただきますので、すべて私たちが代行業務させていただいているんですよ。その運営会社の会社名をちょっと言ってもらっていいですか。そのさんの方にもちょっと、藤井さんのことを確認したいので、さんの連絡先教えてもらってもいいですか。会社の方針として、運営会社の方の、住所であったりとか、電話番号であったりとか、そういったものをお伝えすることはないんですよ。御社ってお名前何でしたっけ。はい。御社のお名前って何でしたっけ。じゃあ、さんの住所を教えてもらってもいいですか。東京都です。東京都、はい。東京都、東京都。東京都。何ですか。お支払いしていただいたものを確認を取らせていただかないと、お手続きが進まないんですよ。もう4時半なので、運営の時間もありますので、早く教えていただきたいんですけれども。なので、さんの住所を言っていただければ。いや、できないですね。さんの、住所を教えてもらえない。さんの住所も電話番号も教えてもらえない。でも30万円か15万円払えっていうのって、ぶっちゃけただの詐欺とかじゃないですか。もういいですよ。うるさいんですよ、あなた。うるさいっていうのは僕普通に喋ってると思いますけど。
ひろゆきさん面白いな。そのカスタマーサポートでさんから委託を受けてやってるのであれば、お客さんとの通話をするのがお仕事じゃないんですか。すごい正論。ああ、もうそしたら私たちの方ではもう対応取りませんので、運営会社から30万円のご請求があった際にそちらでご対応ください。失礼します。ひろゆきの追求にたまらず電話を切った。まあちょっと今日多分初めて架空請求業者の電話したと思うんですけど、どうでした。なんか別に架空請求業者に関わらず、あのその犯罪で食べてる人は人としてはどうかなと思いますけど、なんで捕まらないのかなと思ってますけど。